おはようございます。どうもおはようございます。今回は最近多いですね、エアジドリンク紹介はこんなです。今回紹介するのはこちら、プシューンシコーンサバイバー、イエーイ。ということで、ドラッグストアで見つけたこの謎のエナジードリンクサバイバーを今回飲んでみたいと思います。エナジードリンクいろいろ飲んできたけど、初めて飲むね、これは。サバイバーだよね、これ。サバイバーって飲んでね、これ。全部英語じゃないか。エナジー。いうなんか英語とか書いてますけど、なんか、入ってんだね。サバイバーフォーライフ。なるほど。らしいです。1回あたりカフェインは 120mg。あ、普通だね。多いのか、 120mg って。多くはないか。この大きさだしね。富永さんが出してるんですね。メーカーは。アルギニン、ビタミン C、カフェイン、抗酸化物質、ファントテン、3CA、ナイアシン、ビタミン B2、ビタミン B6、ビタミン B1、ビタミン B12。210mg か。少なく感じるね、やっぱ。普段モンスターさんそう飲んでんでね。ちょっと今回これ、サバイバー飲んでみますか。まあ、エナジードリンクっぽい味だよね、多分。モンスターみたいな。よし。あー、匂いも。いや、匂いはなんかネットブルーかもしれない、これ。ほな、注ぎまーす。おー、エナジードリンクの匂いと色ですね。あー、うわ、癖強い、これ。匂いがすごい、これザ・エナジードリンクって感じだわ。いかにも、体に悪そうな。いかにも、エナジードリンク、もうエナエナしいですね。いただきます。うん。モンスターでないの、レッドブルーに近いな。レッドブルーに近いですね、モンスターというよりは。なんか味が薄いかな、少し。後味がないな。これは正直は微妙だな。普通のエナジードリンクだね、これはもう。普通が一番いいとも言うけど、結構味があるエナジードリンクが最近好きだからさ、普通ザエナジードリンクってもなかなか最近飲まなくなっちゃってさ、あ、これ俺あんま好きじゃない、正直言うと。ごめんなさい、富永さん。サバイバー。うん、なんかあまり美味しくないです。ごめん。でも、エナジードリンクを求めてる人はいいかもしれない。俺はあくまでエナジードリンクだけど、味がついてるエナジードリンクが好きなんで、ザ・エナジードリンクのこれはちょっと口に合わないですね。若干苦いかな。甘みがないね。甘みがない、これは。甘みはるかないよ、これ。うん。まあ、スケーボって全部最後飲むけど、まあ。エナジードリンクを求めてる人にはいいかもしれないですね、これは。これは俺はリピートしないかな。でも前からドックスで売ってたんですよ、これは。でもちょっと怖かったんで買うのが。見たことない。メーカーっていうか見たことない側だったんでね、商品だったんで。サバイバーか。まあ、エナジードリンクの中では安い方かもしれないけどさ、こう、でも量がもっと欲しいし、味濃い好みではありませんでした。ごめんなさい。ごめんなさい、富永さん。種類あんのかな、サバイバー。他にもこれ。ノーマルサバイバーだから俺が好きじゃないわけだって、モンスターとか、レッドブルとかゾーンみたいに味で付き合うのがあるのが、それいいかもしれないですね。それも今度ドラッグストアにないか探してみたいと思います。
ということで今回はこちらサバイバーを紹介しました。また全員くん出たら紹介したいと思うのでよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。ければチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしてます。 Twitter、Instagram などぜひフォローお願いします。ではありがとうございました。バイバイ、またねー。